深夜0時過ぎ、スタッフが自宅を訪れると、彼女は風呂場で泡だらけのスポンジを片手に奇妙な動作をしていた。今のは何をしてたんですか？風呂掃除です。風呂掃除？はい。洗剤を染み込ませたスポンジで浴槽をこするっていう作業で。そう語る彼女は、なんとこの道20年以上、何千回も風呂に入ってきたという入浴のプロフェッショナルだ。掃除を済ませ、浴槽にお湯を張り終えると、なんと彼女はおもむろに服を脱ぎ始めた。一見突拍子もない気候に見えるが、その裏には驚くべき理由があった。なぜ服を脱ぐんですか？着たままだと服が濡れちゃうんですよね。服が濡れる？はい。そうすると風邪をひいちゃうかもしれないので。まあこんなこと気にしてるの私だけかもしれないですけど、でもこういう細かいところで後々差が出てくるのかなって。早速匠のこだわりを見せた彼女。そして浴室のドアを開ければ、いよいよ入浴の時間が始まる。とは言ってもすぐに湯船に浸かるわけではない。まずはシャワーで頭と体を洗うのだという。気を抜けないですよね、本当に。ぼんやりしてると今どこまで洗ったかわからなくなったりとか、あとトリートメントを出すつもりで間違ってもう一度シャンプーを出してしまったりとか。集中力がものを言いますね。一筋縄ではいかないです。一瞬たりとも気が抜けない工程。しかし彼女はそんなプレッシャーをものともしない涼しい顔でシャンプーを泡立てる。まさに職人技だ。そのまま全身を洗い終えると、彼女はシャワーを止め、ついに湯船へと体を沈める。未だに正解は分かってないですよね。何分湯船に浸かればいいのか。長すぎず、かといって短すぎず。適切な時間を己の感覚のみで見極める。プロでも苦戦する高度な技術だ。そして、待つことおよそ5分。ついに彼女が湯船から立ち上がり、浴室を出た。しかし、彼女の入浴はこれで終わりではない。ここからが本当の戦いなんです。体を拭いたり、髪を乾かしたり。最後に立ちはだかる大きな関門。彼女には、この作業に取り組むにあたって欠かせない相棒がいる。髪を乾かす際は、ドライヤーという専用の器具を使っています。ドライヤー。先端部分から100度を超える熱風が吹き出してくるのだという。常に危険と隣り合わせの作業だが、彼女はそれを難なくこなす。ドライヤーがないと髪が濡れたまま寝ることになっちゃうので、大切な商売道具です。こうして長い長い道のりを越え、ようやく入浴が終わった。彼女はこの道20年以上。雨の日も晴れの日も風呂に入り続けている。辛い時もあったんですか？そりゃもちろん。今日はどうしてもめんどくさいな、入りたくないなって日は何度もありましたね。それでも風呂に入り続けた。はい。入るまでは本当に面倒なんですけど、いざ入ってみると体がじんわり温まって、それが心地よくて、あ、やっぱり入ってよかったなって思うんです。嬉しい日も悲しい日も毎日風呂に浸かってきた。
その積み重ねが今の彼女を作っているのだという。義務ですね。入らないと外出れないんで。